どうもブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は10代女性の方です。思いは伝えないと意味がないって分かってるけど、告白する勇気がどうしても出ません。どうやったら勇気が出ますかとのことですが、どう思いますか？ね、なかなか告白する勇気って持つのは難しいと思うんですけど、なんかやっぱりどっちが後悔しないかって考えることじゃないですかね。伝えて後悔するのか、伝えなかったことで後悔するのか、であとは伝えたことで前に進めるのか、伝えなかったことでなんか進むことがあるのかとか、なんか伝えたメリット、伝えなかったメリット、デメリットとかっていろいろ書き出してみたときに、こうなんか目でね見えてくるものがあるんじゃないかなと思うんですけど、だからその行動を取る取らないによって自分がこのあとどうなるかっていうね、気持ち的にもね、どうなるかっていうのを考えたら、まあなんかおのずと答えは出てくるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ感情論っていうよりは理論的に考えてみるってことですかね。だってもうさ、頭では分かってるじゃん、思いは伝えなきゃいけないっていうところまでは分かってるわけだからさ、ってなったらあとはやっぱりなんか自分がどうなりたいか、どう動きたいかっていうのをなんかもうちょっと考えてみれば、きっとね動くきっかけにはなるんじゃないかなと思うんで、はい。それでも勇気が出ない場合はもうしょうがないってことですかね。それかなんか例えば伝え方をなんか変えてみるとか、例えばなんか本当は直接言うつもりでいたけれども、直接言う勇気は出せないけど、なんか LINE とかね、そういったものでだったら頑張れるっていうんだったらそっちに切り替えるとかさ、手段を変えてみるってことですね。そうそれかもしくはなんか友達に協力をお願いするとか、そんな感じでやったらなんかこうハードルは低くなるんじゃないかなとは思いますけど、まあ、全くね伝えないよりかは何か変わると思うので、はい、じゃあぜひ参考にしてみてください。じゃあこういった形で何か相談してみたい方は年代や性別も書いて気軽にご相談ください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。